代では家でゲームをするのは当たり前の時代ですよね。ファミコンの発売前にはどんなおもちゃで遊びをしてたのか紹介します。まずはこれ、ゲーム&ウォッチ。いろいろなゲームが発売され、代表的なゲームはドンキーコングです。この形 DS みたいですよね。この時に十字キーが開発されました。もちろんゲームもできますが、普段は時計として活躍します。 LSI ゲーム、電子ゲーム、内蔵された大規模集積回路チップによって制御されているゲーム内蔵の小型ゲーム機。この時にはすでにパックマンやビグダグがあった。ゲームウォッチに比べるとかなり大きいです。ここからはおもちゃです。アメリカンクラッカー、アメリカで大流行したとのキャッチコピーで発売して大ヒットした商品。今思うと何が面白いのかわからないのが良い。スリンキー、バネが階段を降りるやつです。これは今でもガチャガチャで売っているところを見るロングセラー商品。でも階段うまく降りれたことないけど W。パーフェクトボーリング、家でボーリングができるおもちゃ。毎回のピンのセットが面倒、さらにピンをなくしてしまうこともあった。テクニックとしては本体の下に何かを置いて傾斜をつけてフックやスライスボールを投げる技もあった。パーフェクトボーリング、家でボーリングができるおもちゃ。毎回のピンのセットが面倒、さらにピンをなくしてしまうこともあった。テクニックとしては本体の下に何かを置いて傾斜をつけてフックやスライスボールを投げる技もあった。人生ゲーム、これは今でもあるロングセラー商品です。これはやったことある人は多いと思います。まずプレイヤーはルーレットを回して出た数字の数だけ進みます。そして止まったところに書いてあるイベントをこなしていくゲーム。お金のやり取りや結婚、出産などもある。通貨単位はドルや万円があり、中には億円もある。さらに借金もでき、作品によっては利息も必要な場合もある。職業も選べて給料も違うので、給料の高い職業に就きたいところです。最終的に所持金の一番多い人の勝ちとなる。ドンジャラ、麻雀を簡略化したゲーム。同じ牌を3個ずつ組み合わせると上がりとなる。キャラクターとコラボしているものが多かった。ドラえもんやあられちゃんや筋肉マン、最近では AKB とのコラボのものもある。ここからは外での遊びです。まず一輪車、これ一時期流行っていましたよね。今でも流行っているのかな。ローラースケート、これはやっぱりジャニーズの光源氏の影響が大きいかもしれません。歌いながらローラースケートをやってましたからね。ホッピング、ぴょんぴょん跳ねて遊ぶやつです。結構難しいですよ。縄跳び、これは今でもあると思いますが、ひたすら縄跳びをやっている子もいました。二重跳びやいろいろな技にチャレンジできます。自動で回数数えてくれるものもありましたよね。アスファルトの道路に落書き、チョークやろうせきで道に落書きをする。雨が降ると消えるが、晴れ続きだと結構残る。丸を何個か書いてケンケンパとかもありました。ヨーヨーを、これは家の中でもやれますが、何かにぶつけて怒られる可能性があるので外でやっていました。技がたくさんあり、地域の大会とかありましたね。水風船、これは夏にやる遊びです。公園で風船に水を入れて投げ合う遊び、なぜか楽しかったなぁ。ローラースルー GOGO、 後ろにあるレバーを足で漕ぐと進むおもちゃ。ブレーキもついています。こんな感じの乗り物今でもありますよね。当時って何もなくても自分たちで遊びを思いついてやってなかったですか。おそらく仲間内のオリジナルの遊びも多かったと思います。皆さんのオリジナル遊びも教えてください。以上で終わりです。ご視聴ありがとうございました。また遊びに来てね。チャンネル登録もよろしくお願いします。佐藤ささらでした。
くね。